オイレン・シュピーゲルとスプライト・シュピーゲルとテスタメント・シュピーゲルの3つの作品にまたがって展開されている。オイレン・シュピーゲル、テスタメント・シュピーゲルは角川スニーカー文庫より刊行され、イラストはオイレン・シュピーゲルが白網に好き、テスタメント・シュピーゲルが島田文ね、スプライト・シュピーゲルは富士見ファンタジア文庫より刊行され、イラストはハイムラ・キオタカが手掛ける。 舞台は、西暦2016年の国連管理都市、ミリオポリス。極度の少子高齢化と、犯罪、テロの増加を背景に、自動労働と身体障害児に対するサイボーグ化が認められている。サイバーパンク的な架空の近未来が舞台ではあるが、9.11等の事件や、国際問題、差別、貧困、テロリズムなどの現実の社会情勢を豊富に盛り込むことで、 現在の世界の先にあり得るかもしれない未来社会として描写している。オイレンシュピーゲルは警察組織 MPB の飼い犬となり機械の手足を得て街を縦横無人に駆け巡る黒犬、紅犬白犬と呼ばれる三人の少女の物語である。スプライトに比べ戦闘シーンや主役三人の過去における残酷な描写が目立つ。また掲載のザスニーカーで 読者からアイディア募集を行い、実際に作中に登場させている。エースアサルト2007ウィンター号から2008サマー号まで、ソガベシュージの作画による漫画版が連載され、月刊少年シリウスでは、二階堂ヒカルによる作画の漫画版が2010年2月号から2013年2月号まで連載。タイトルの、オイレンシュピーゲルはドイツ語で、フクロウと鏡の意味。 ドイツの伝説的ないたずら者、ティリオイレン・シュピーゲルから、作中では、死に至る悪ふざけのルビが振られている。スプライト・シュピーゲルは、公安警察 MSS に所属し、電子の羽を得て、街を飛び回る、紫日、青日、硬華と呼ばれる三人の少女の物語である。オイレンに比べ、主役三人に限らず、脇役の大人たちに対する描写にもページを裂き、 MSS という組織全体としての活躍を描いている。各証冒頭作中でギリシア神話に関する3択クイズが出される。タイトルのスプライト・シュピーゲルはスプライト、スピーゲルの意味。作中では妖精たちの物語のルビが振られている。テスタメント・シュピーゲルはオイレン・シュピーゲル、スプライト・シュピーゲルの合流となるシリーズ完結編である。非常に登場人物が多く、 関東の登場人物リストには、総計52人が記載されている。オイレン以上に残酷な描写が強く、マルドゥック・ベロシティにて使用されたビジョンの表現が導入されている。差し絵は、口絵以外にはない。オイレン・シュピーゲルと、スプライト・シュピーゲルで、世界設定やキャラクター等がリンクしている。さらに、オイレン第2巻と、スプライト第2巻。 オイレン大史観とスプライト大法観では同一の事件がそれぞれのシリーズの視点から展開される。もともとは著者が第一回の受賞者であるスニーカー大賞の10周年特集の読み切り短編としてオイレンシュピーゲルが角川書店の雑誌ザ・スニーカー2004年12月号に掲載された。著者はその世界の中に別の物語を見出し、 二つの物語の絡み合いを書くために、ザ・スニーカーのオイレン・シュピーゲルと藤見書房の雑誌、ドラゴンマガジンのスプライト・シュピーゲルの2誌同時連載が2006年4月に開始した。2007年2月1日に角川スニーカー文庫のオイレン・シュピーゲル、藤見ファンタジア文庫のスプライト・シュピーゲルそれぞれの第1巻が同時発売され、2009年現在続刊中。 2009年から最終章のテスタメント・シュピーゲルが展開されている。カオス・レキオン・マルドゥック・ベロシティでも使用された、イコール、などの記号やルビを多用した特徴的な文体が10年後の未来の物語に向き合うために使用され、疾走感やキャラクターの属性を強調した独特の文章を作り上げている。ウブカタ等はテスタメント・シュピーゲル1において、 シュピーゲルシリーズ完結をもって、ライトノベル作家を引退することを宣言し、帯には、最後のライトノベルと書かれた。オイレン・シュピーゲルの主役3人が所属する、MPB 遊撃招待の一つ。14歳の特攻少女3人から構成。主な任務は、犯罪者の制圧確保及び土派でないによる、MPB の広報キャンペーン。スプライト・シュピーゲルの主役3人が所属する、 MSS 溶撃小隊特殊空戦機動型と呼ばれる昆虫の羽をモデルに、した高機動特攻を装備の特攻少女3人で構成。羽は、脳への負荷と、中枢神経系へのストレスが大きく、代償として、過度の味覚刺激を求める副作用がある。オーストリア国家憲兵隊の一部隊。突出した重武装で凶悪犯罪に対処する。情報収集と溶撃による、 都市全域警備を目指す独立部隊。情報収集のエキスパート。長く実戦力を持てずにくすぶっていたが、大愛館で公安局マスターサーバー、アキラの独占使用を認められたため、の要請の公式出撃が可能となった。旧洋劇小隊当時最年少の大鳥をお嬢様と呼び、出撃前のクイズや星占いを教えるなど、可愛がっていた。 人格改変プログラムを適用されたが、互いに殺し合うという事故が発生。公式記録上は行方不明。現在はトラクルへの復讐を誓い、ミリオポリスに潜伏しつつも、成長した大鳥を遠くから見守っている。BVT 未来党国民党社会党軍、プリンチップ株式会社テロリストや犯罪傾向のある、一般市民にプリンチップの国員入りの高性能武器を供給する、 ダミー会社を装ったテロ支援組織。特攻両兵、キャラバンアフリカを主史上とする傭兵的戦術指導者、集団、プリンチップ社が代々的に出資。もともとは CIA が作り上げたダミーのテロリストグループ。戦闘部隊テロ組織各グループは、プリンチップ社の計画のもとに連携、アンタレス1140号を落下させ、強奪した原子炉からコードネーム、 666イコール核弾頭を製造、ビエナタワーへの輸送リレーを行う、無視中国の非公式国外部隊、機械化不評圏スパイ圏現地工作員圏暗殺者、全員が黒外し、自由自在に伸縮中国金属の蛇腹のごとき、機械化技師、転送機能はないが、損傷箇所のみ破棄すれば手軽に、再接続可能、特攻自動の海賊版である、 その他商人たち虐殺の資金源について証言するため国際法廷の商人として集まった7人の要人たち。ハルツーム政権の解体を通してアフリカ全土の兵器売買ネットワークをも解体し50年後のアフリカに平和をもたらすことが彼らの真の狙いである。被告ともにヤングキングアワーズ連載ありがとうございます。